こんにちは、浅川図です。今回はね、えー、ミュージシャンの小山田さんが、えー、オリンピックのね、まあ、曲を辞退したということでね、ここ数日ね、この小山田さんの過去のね、いじめ問題がずっとね、まあ、ニュースになってましたけれど、まあ、一応の決着がついたのかなということでね、えー、喋ってみたいと思います。まあ、個人的にフリッパーズギターとかコーネリアスね、聴いてたんでね、 ま、このいじめの記事がね、ロッキングオンジャパンに載ってたっていうのもね、当時、ちょっとうっすらね、記憶してたかなっていうぐらいで、まあ、その後もね、その2チャンネルとかで、プチ炎上とか、まあ、してって、で、まあ、20年経って、ここに来て、まあ、オリンピックでっていうことになりましたけれど、 うんまあ、そこに関してはね、まあ、やっぱり引き受けるべきではなかったと。うん、このサプライズ的な、ね、発表で、あのー、元ラーメンズのね、コバケンさんでしたっけがディレクターでっていうことでしたけれど、まあ、あのね、人選見ると、自分と同世代の人が多分選んだんじゃないかなっていうね、あの、ファンタスティックプラスチックマシーンの人とか、 まあ今40代ぐらいの人が、まあ、当時よく聴いてた、まあおしゃれな、まあそれこそ渋谷系と言われてるようなね、音楽の人選だったのかなっていう感じはしますけれど。あとまあ今回ね、その記事を書いた側、えー、だからロッキングオンジャパンとクイックジャパンの方でも、まあ謝罪があったっていうことなんですけれど、ちょっとね、自分の中ではまだここが引っかかってて、 小山田さんが謝罪文で、その言ってないこと、事実ではないことが誇張されて書かれてるっていう部分に関してまだこのロッキングオンジャパンとかクイックジャパンとの意見の相違というか、今後検証されていくんじゃないかなと思うんですけど、あの、ロッキングオンジャパンのね、えー、山崎編集長ってまだ編集長やってたんだね。当時見てた時から編集長だった気がするんだよね。一回ね、 シカノさんっていう人に変わったような気がしたんだけど、また戻って、多分編集長、ロッキングオンジャパン、やってるんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、当時、その、俺がよく音楽雑誌見てた頃は、あの、田中総一郎さんとか、えっ、ー、と、あと、宇野さんでしたっけ今、あの、スポティファイで、その、ポッドキャストの番組とかやってますけれど、なんだろうな、文系の不良って言えばいいのかな、なんかそういうイメージがね、ずーっと、 と、このまあ、ロッキングオンジャパンとかクイックジャパン。クイックジャパンなんか、今でこそなんかあんなちょっとしれっと真面目な感じの体をしてますけど、当時は、本当なんかゲスな雑誌っていうイメージだったんですよね。だからまあ、あの、いじめ聞こうっていう連載で、この大山田さんのやつだっていうのも、ああ、当時のクイックジャパンだったら全然やってるだろうなっていう。まあそういう感じはね、すごくして、まあそれが、 最近だとね、その爆笑問題の大田さんとかがその当時の時代の空気みたいな感じのことを言ってたり、プロインタビューあの吉田豪さんなんかもまあ当時は、うん、90年代ってそういう鬼畜系とかそういう過激なもんが流行ってたよなっていうのをねまあ言ってて根本隆さんの、えー、ディープコリアとか、えー、あとはね、まああのー、殺されちゃいましたけど紫百郎さんのなんかゴミ漁りの記事みたいなのがね、 そういうのが、うーん、そのサブカル雑誌とかにね、載ってた記憶がね、ありましたけれど、なんだろうな、小山田さんがそういう流れでね、喋ったかどうかはね、わかんないですけれど、うんあとね、まあちょっと気になるとこが、そのまあ、いじめの現場であった和光の中学校とか高校ですよね。まあ自分もね、90年代終わり頃に、 えー、相模原の方に引っ越しして、まあ町田が近いんでね、なんとなく和光も、あ、この辺に和光があるんだなって、あ、フリッパーズギターの人、ここに通ってたんだみたいな感じで記憶してますけれど、結構この和光っていうのはね、ミュージシャンがいっぱい出てたりして、あの、有名なとこだとね、オリジナルラブの田島さんなんかも和光で、確かフリッパーズギターがまだデビュー前に、その田島さんの活動とか見ててめちゃくちゃ影響を受けてたっていうのをね、 聞いたことはありますけれど、そういうまあ、バックグラウンドとしてその和光ってのは割と音楽とかいろいろそういう芸術活動とかが盛んだなっていうイメージだったんですけど、まあ、 ね、そこで、そういういじめがあったっていうのは、まあ、今回の大山田さんのオリンピックの事態とか、そういうことに関わらず、学校内でね、ま、二十何年前だからあれなんかもしんないですけど、その、学校内でいじめがあったかどうかっていうのは、ちゃんとね、調査、した方がいいんじゃないかなっていうのは思いますね。まあ、ちょっとこの、ロッキングオンジャパンのインタビューの話に戻ると、その、山崎さん、 が、えっ、ー、とね、二万人インタビューっていう、ま、あ名物企画みたいなのね、確かその頃やり出して、割とそのアーティストの方もぶっちゃけて、いろいろその過去のこととか、私生活みたいなのをぶちまけるみたいなインタビューだったと思うんですけど、なんかね、ちょっとそのあたりから俺もね、音楽雑誌とか読まなくなって てきた記憶があるんだよな。ちょっとこう、まあ、いわゆるロキノン信者みたいな形で、こうバカにされたりするとこありますけれど、やっぱり自分の中でもね、なんだろうな。この <laughs>、ロッキングオン特有のインタビューアーとかの自分語りとか、お前の話聞きたくねえんだよみたいなのあったりして、ちょっと距離を置き始めたっていうのはありますけれど、このね、山崎編集長っていう人もね、えー、これ電気のね、メロン牧場 っていう連載だったかな。なんか結構お笑い要素の強いコーナーだったと思うんですけど。このね、山崎編集長っていうのが昔、タイマーを所持かなんかしてて捕まったみたいなのを結構笑い話にしてたような記憶が、あのー、卓球かピエール滝にいじられてたようなね、記憶があって。<laughs> ま、今となっては <laughs>、ピエール滝にいじられたくないよっていうのもあるかもしれないですけど。なんか、そういうね、なんだろうな、 ちょっとこう文系不良の、悪自慢みたいな、そういう空気があったなっていうのはすごく思いますね。うん、あの編集長もね、確か上ジ,ジとか出てたんで結構そういう、なんだろう、ボンボンとか高学歴の人たちがなんかドロップアウトしてこの不良自慢してるみたいなのをこう紙面で繰り広げてるようなイメージがあっ うんまあ、ただね、それと今回このいじめの部分ではね、だいぶ性質が違うんで、よりまあ、小山田さんの方が悪質だなっていうのはありますけれど、うんまあ、正直にね、言うと、あの、いじめの下りとかはね、信じてなかったっていう部分が俺はちょっとあったというか、 ま、もともとフリッパーズギター自体がそういう、なんていうかな、嘘とか、小馬鹿にしたような回答をよくね、してたっていうのがあったから、その延長で多分、いじめの下りも事実でないことを面白おかしく書いてんのかなって当時はね、ちょっと思ってました。 あのね、昔90年だったかなフリッパーズギターのあの恋とマシンガンでしたっけあの曲がヒットした時にね、レコ隊の新人、新人なんとか賞っていうのをね、取った時にね、あの和田明子さんが司会だったんですけど、あのー、確かフリッパーズギターじゃなくてフリッパーズのギター、 っていうね、紹介をされて、それをなんかこう、面白おかしくね、この小山田さんがいじってた記憶があって、フリッパーズのギターのドラムの小山田です、みたいなことをね、言って、 ってたような気がしてで、まあ、あれもね、当然、口パクのね、あの、演出なんですけど、それも、やる気なさそうに演奏して、マイクも全然その口元に持ってかないで、うん、その演奏終わった後に、和田明子がブチ切れて、あいつらなんなんみたいなことを喋って、 てるっていうのがそのオンエアに乗ってたっていうのがねうーんなんか記憶してて昔ねその動画 youtube にあったんですけどねうんそれちょっとねこの間ツイートしたんですけれどなんかそういう不尊な態度この自分がイメージするそのネオアコとか渋谷系のジャンルってその表面的にはキラキラしてて おしゃれな感じなんだけど、実はめちゃくちゃ性格悪いやつがやってるっていうのがね、割とその音楽ファンの中でも共通認識あったんじゃないかなっていう、うん。それがね、まあ、今回こうオリンピックっていう舞台に上がることによって、まあ、蒸し返されて、まあ、蒸し返されてっていうかね、今まで自分が謝ってこなかったんだから、それそうだろうっていう、その、謝るっていうかあるかなその釈明自体を、その、まあ、ずっと無視をしてきたっていう、その、まあ、 なんだろうな。炎上に対してはね、無言を貫き通すのが正解みたいなね、ことを言われますけれど、まあ、小山田さんもずっと、まあ、無視を決め込んできたからこそ、まあ、二十何年間、ずっとスルーできたと。ただまあ、今ね、そのネットとか SNS ですぐそういうのが、まあ、拡散されて、今回特に、その、もうみんながね、やめた方がいいと思ってるオリンピック、パラリンピックに曲をっていうことで、まあ、火に油を注ぐと。 言いたいところですけどね、このメタファイブのね、メンバーが、えー、油に火を注ぐっていうね、まあ、冗談なんだか、本当に間違ったんだか分かんないようなことをね <laughs>、書いてましたけれど、うん、あ、そうだ、メタファイブとかな、YMO まで、この、小山田さんの、あれが影響しちゃう、そうなのがちょっとね、音楽ファンとしては残念というか、 うーん、あの、メタファイブのゴンドーさんだったかなまあ、余計なことをね、書いちゃって、また謝罪、すぐ謝罪してましたけれど、YMO のね、ライブではギターとかでね、参加していたりしますけれど、まあ、俺の中ではね、坂本教授なんかも割と人間性は破綻してるけれど、音楽は素晴らしいみたいな。だ小山田さんってひょっとしたらそういうポジションに憧れてたのかな っていう、人間性めちゃくちゃだけど音楽はいいよねっていう風に評価されたい人だったのかなっていう、そこでだから、ああいうオリンピックみたいな大舞台。 で、やっぱ正当に評価されたい。そのサブカル王子じゃないんだぞっていうね、この、うん、やっぱりあのまんまね、小酒と小山田さん、うん、まあ、当時はね、本当に小酒と小山田さんはサブカル王子の、ま、あ本当表と裏みたいなね、感じで、うん、なってましたけれど、表舞台で評価を受けたいみたいなやっぱ欲が出てしまったのかな。うん、年をとってね。 まあ、あとはね、その作った音楽に対して、えー、人格と切り離すべきかどうかみたいなね、話も、以前ね、ピエール滝さんが捕まった時とか、チャゲアスのアスカさんが捕まった時とか、そういう時にね、まあ、他の番組で話しましたけれど、 まあ個人的には別にそれで音楽の評価が変わるってことはないんですけれど、小山田ってそんなやつだったんだ。じゃあ CD 全部捨てようとか、もう一切聴くのやめようっていう人がね、現れてもまあ当然おかしくない事態だと思いますんでね。2000年代の初頭にまあ2チャンネルとかで叩かれ出した時に自分で声明を出して謝ってれば、ここまで大きくは、なんなかったのになっていうのは、 あるんで、そのずっと溜め込んでた分が一気にあの、まあ、破裂して、こんだけ大バッシングになったと。まあ、自業自得と言わざるを得ないな、というのがまあ、正直な気持ちなのと、あとまあ、その音楽に関してはね、うん、そのちょっとね、やっぱりね、ここももやもやすんだけど、え、お前まだフリッパーズギターとコーネリアス聞いてんのお前じゃあ、小山田のいじめを肯定すんの っていうね、変な追求というか、うん、いや、それは違うだろうっていうね、あのー、イラストレーターのね、中村さんっていう、味噌のね、ジャケットとか書いてたり、あとはね、昔から、確かこの人はね、関西のなんかネットラジオのね、グループみたいなのに入ってて、今みたくね、有名イラストレーターになる前からなんとなくね、まあ、存じ上げてたんですけど、その人もね、ブログで、コーネリアスとかフリッパーズのファンだ だたんだけれどまあそういうのをなんとなくいじめの記事なんかもスルーしてたまあ自分たちのファンも共犯関係だったんじゃないかなと。 うーん、その <laughs>、で、フリッパーズとか、コーネリアスがサンプリングとか過去の音楽のフレーズとかをガンガン引用してるのを後から知ってショックだったみたいなことを言ってて、そこに関してはそれ違くねっていうことをね、アジカンの後藤さんからちょっと指摘されてたというか、ポップミュージックってのは基本的に全部過去の遺産から成り立ってるんだよっていうのはね、またそれ別問題としてありますけれど、 まあ、ちょっと自分でもね、整理してないんで、すごい話がね、飛び飛びになっちゃって、まあ申し訳ないんですけれど、まあ、とりあえずオリンピックを辞退したっていうことに関しては、もうそれしょうがないと。で、まあ今後ですよね、今後の活動に関して、あの、今だとね、あの NHK のデザインアーっていうのをね、やって、 で、音楽担当してますけど、それに関しても、まあ降りろっていうね、意見もだいぶ出てるみたいなんで。うーん、なんかそういう公の場での活躍ってのは、まあ今後ちょっと絶望的かもしれないですけれど。ただね、まあご自身が今後も継続してね、音楽活動をやるっていうのはね、まあ問題ないと思いますし、今回の件によって音楽活動自体やめろっていうのはいくらなんでもね、ちょっと暴論だと思いますんで、そこはね、線引きをね、してほしいかなとは思うんですけれど、 サブカルっていうね、元の鞘に収まる形でね、うん、アングラミュージシャンとして、うコーネリアスはまあ、続けてくしかもう残ってないかなっていう気はしますしね。まあ、今後ね、小山田さんがどういう風な活動で、今まで自分が犯してきたそういういじめとか、そういうことに関してどういう風にまあ、けじめというか。 募金とか、そういういじめは絶対ダメみたいな啓蒙活動に勢力を注いでいく形になるのか。まあ、一応のね、このオリンピック自体という決着がついたのでね、まあ自分の中でも、うん、喋ってみようかなというね、気持ちになりました。ということでね、今回はね、この小山田さんのいじめ問題でね、えー、オリンピック、まあ、自体というお話でございました。 浅川図です、えー。サブチャンネルもやってます。朝カーズのビデオで検索してください。よろしければチャンネル登録お願いします。